皆さんこんにちは。略してね。皆さんこんにちは。シンガーソングライターの宮島久夫です。今回は何だっけ、ギター初心者向けおすすめのアコギということで、ちょっと喋ってみたいと思います。ということで、僕はね、記事をいろいろ書いてるんですけど、その中のギター初心者向けおすすめアコギ、なんかね、ちょっと分かりにくいような題名だけどすいませんっていう記事を書いてるんで、それについて語ってみたいと思いますね。これからギターを始めようと思ってる方ね、失敗したくないですよね。お金もかけるし、まあ、そんな方にちょっと僕なりのね、それなりにギターやってきたんで、アドバイスをさせていただけたらなと思います。まず予算について、他の動画でもね、さっきちょっと撮ってて他の動画でも言ったんですけど、最低3万円は見てくださいと。もちろん1万円とかね、8900円とかあるんですけど、そういうギターがお安いなと思って手を出してはいけません、そういうギターには。もう使われてる部材が多分安いと思います。怪しい、そういうのは怪しい。やっぱね、せめて3万円はするギターを選んでください。はい、次、通販で買うのはやめるべきですと。もうね、これちょっとね、通販でごめんなさい、通販でギターを売ってるお店にね、なんか品種買いそうですけどね、通販で買うなみたいなね、営業妨害かと思われそうですけど、まあ人一ユーザーの意見として言わせてもらうと、やっぱり弾いてみないとダメですね。でもよくね、ほら、全然弾けないんだから思想もへったくれもないだろうと思われるかもしれないですけども、見て触るだけでもね、なんかしっくりくるかとか一目惚れするかとか、そういうのもあるんで、別にもう弾けなくても見て触ると、それだけでもね、フィーリングみたいなのもありますかね。お、僕もありましたよ。このギターだったらなんか運命の出会いだみたいなのが、きっとあなたもあるかもしれない。はい、さて、おすすめのメーカーとモデルですが、僕もね、あんまりもう、なんだろうな、ある程度やってるともう安いギターを買わなくなるんですよね。なんか、なんだろう、だんだんこう欲が出てくるというか。なので、あんま調べて、なんか今回ちょっといろいろ調べました。そうするといいのがあるんですね。モーリスの R401 というギター、これ34,800円らしい。価格も安く、ピックアップとチューナーがついていて、見た目もかっこいい。なるほど。このね、ちょっとカッターウェイって、これ、後であれ見せた方がいいよ。カッターウェイってね、こっちがちょっとこう、かけてる、こっかな、かけてるやつがあるんですけど、まあ、そんなハイフレット弾かねえよと、この高いところね、こう弾かないよと言われればそれまでですけど、弾かなくてもね、なんかかっこいいんですね、見た目がね。で、色、僕、色物が好きなんで、なんかやらしい言い方や、色物とか言うとね、いろんなカラーバリエーションがあるらしいです、このモーリスの R401。 ちょっと調べてみてください。形かっこいいし、ピックアップもついていて、チューナー付き、このチューナー付きっていうのがポイント高いですよね。まあ今チューナーも安いかな、1000円ぐらいで買えたりするんですけど、まあどうだろう。前ね、ヤイリの WYP1AP とかいうピックアップがついたギターを買ったことがあって、なんかそれにもチューナーがついてたんですけど、なんか全然合わせにくいっていうかね、ブレちゃって。まあそういう意味でこのチューナーは僕使ったことないですけど、もし使えるんであれば、いいですね。チューナーがついていると。ピックアップもね、最初はね、初心者の方はそんなに使わないかもしれないじゃない、ライブやるとかになって。まあでも最初からついてればね、後々つけなくてもいいし、まあいいですよね。いい、モーリス R401 おすすめ。はい、次、ヤマハのね、F820 っていうのかな、
あ、これはピックアップもついてない普通のやつですね。でもね、やっぱあれかな、最近のギターって普通のナチュラル、これちょっと色結構合わせてるけど、これもナチュラルカラーって木の色ですよね。こうじゃないのを求める人が多いのかな、うん、このヤマハの F820 っていう、820って読むのか分かんないですけど、あれですよ、うん、黒とかね、カラーのモデルがあったりしてますね、うん、まあ、ナチュラルもあるのかもしれないですけど、僕が記事で載せてるのは黒い写真ですね、黒いギターの写真。その他エピフォンとかゼンなどメーカーが安いギターを出していますが、僕は弾いたことないので、うん、分かりませんっていうことです。でね、番外編でこれが言いたい、もしあなたが予算10万ちょっと出せるんであればっていうかね、今僕も欲しいぐらいなの、ね、もう4本持ってっからね、これ以上買えないな、やっぱ。でもね、ちょっともし次買うってしたらね、あなたがプレゼントしてくれるとか言ったら欲しいギターが僕あります。それがヤマハの LL16DBL、 ブラックの BL なのかな、これ11万円ぐらいです。マジでいいです。どうだっけ、銀座のヤマハさんで一回弾かせてもらった、試奏させてもらったんですけど、マジ良かったですよ。このね、ARE っていう、なん略す、ARE の略忘れましたけど、要は、こう、ギターって、経年変化で、だんだん木の振動がこう、こなれてきて、こう、ね、だから、ヴィンテージとかって、ヴィンテージって知ってます？要は、何年も経ってギターがこう枯れてきて、音がこう、なんて言うんでしょうね。振動がだんだんこううまく伝わるようになっていい音になっていくというのがあるんですけど、それをもう新品のうちからこう勝手にこうすごい回数で振動させるのかな、トップの板にもうそういう加工をしてるんです。それ ARE って言うんですけど、ヤマハ独自の、それがすごいのかね、弾いた時からもう鳴るんですよ、マジかと。で、見た目もかっこよくて、僕黒好きなんですけど、黒で、あとね、まあ、後でこの動画の写真をつけるかもしれないです。ここね、このバインディングのところに貝が入ってたりしてね、もう高級感があるんですよ、これ。マジすげえなと。これはちょっとね、いいです。あとね、ケースも、僕ハードケースいらないと思ってるんですよね。めっちゃ重いですから、もう、テイラーのハードケースなんてね、もう何キロあんだよ、みたいな。もう筋肉つけるためにあんのかみたいな、腕の筋肉ついちゃいますからね、ほんと。まあそういう意味で、あ、ごめんなさい、このヤマハの LL16D っていうのは、あのソフトケースっていうか、ソフトでもないのかな、セミハードみたいな、ハードケースじゃないんですけど、セミハードっていうのかな、ソフトケースがついてくるんですよ。もうそれもいいなと。もうそれでいいんですよね。あんまりクソ重いハードケースいらないですよね。僕買ってテイラーとかギブソンとか買ったんですけど、ハードケースってほぼ使わないですよね。あの修理に出す時とかだけかな、うん、売る時とか修理に出す時しかハードケース使わなくて、あとずっともう部屋で、すごいね、狭い部屋を邪魔になっておりますよね、ハードケース。なんとかなんないでしょうかね。なんか逆にね、ハードケースいらないから2万円安くなるとかね、そういうのもあってもいいぐらいな、まあ僕個人的にはそう思います。はい、まとめます。3万円未満のギターには手を出さないこと。そうですね。次、通販では買わないと。これちょっと通販で売られてるお店の方に怒られそうですか。それから、最初はモーリスかヤマハが無難そうですね。以上いかがだったでしょうかと。はい。参考になったでしょうか。また次の動画でお会いしましょうかね。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。宮島久夫でした。もういいって。にゃんこスター。
最後まで視聴いただきありがとうございました。宮島久夫です。今ですね、僕の最新アルバムハートストリングスの12曲を、メルマガ登録していただいた方に、無料で差し上げることをやっております。ぜひメルマガ登録してください。いろんな最新情報やね、あの制作秘話などもね、随時メールしております。メールしてますので、よろしくお願いします。スマホの方は動画の右下のところ、下三角をポチッと押してもらうと、2行目に URL が出てきますので、そこをクリックしていただくとメルマガ登録ページに飛びます。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。